最近の主食は、まあ、ダイエットしてるんで、まあ、セブンイレブンの卵焼き、糖質が少ない方ですね。あと、まあ、糖質 5g で、でこちらもザバスのプロテイン、糖質ゼロで、あ、じゃあ糖質 10g でタンパク質 15g 入ってる、でこれ 8g 入ってるぐらいを、まあ、外にいる時は食べます。まあちょっと今日箸なかったんでね、ストローで食べたと思います。近く花瓶なんで噛めません、冷たいんで。これでだいたい合計 23g とかタンパク質取れるんで、で、まあ糖分の量も 15g とか一食でダイエットにはいいんじゃないですかね。ちなみに朝はプロテインで、その朝、昼はプロテインとコーヒーかコーヒーのみで、夜だけおかず食べるみたいな感じとか、昼に、まあ、今日みたいに卵を付け加えるみたいな感じにしてると、まあ、太ってる人だったら月5キロぐらい痩せるし、普通体型の人でも月1、2キロは痩せますね。はい、ありがとうございました。